新朝の半都と行政区分期限前221年、新国は最後に政国を滅ぼして中国史上最初の統一帝国、新朝を打ち立てた。新朝最初の皇帝士皇帝は上昇の利子の権威に基づき、地方の支配を文法制による諸侯を通じての間接的統治から全国一律に単一の軍権を置いて中央集権的に支配する。 軍建制を導入、全国を三十六軍に分けた。五齢の南、南越族を支配した領土には、南海、京林を呼び、増州の三軍を、北に、郷土を攻めて、陰山以南を切り取った地には旧元軍を置いた。領土を広げるごとに、常山、西北、三河東、河内、六甲高山などの軍を次々に置いた。 新朝首都の関与とその付近の関中平原は、内風味が直接的に管理し、それぞれの軍には民政をつかさどる軍主、軍事、治安をつかさどるコー安氏、観察をつかさどる軍艦の三色と軍主のもとに補佐する軍場を置いた。新朝の唯一の聖師とも言える式には旗の致死を述べたものがないため、 四季記載の36軍以外の軍についてはまとまった資料がなく軍の数は40とも48とも言われる四季記載の36軍であっても軍地の所在や領域は今もって歴史学者や地理学者が引き続き研究する課題となっている2002年に里屋古城が発掘調査され里屋畑が発見されたことで身大に 同定軍があったのではないかと推定される一方、地域が重なる県中軍の存在を疑問視する説も現れた。2008年にコナン大学附属竹六書院は、香港から購入した信頼の畜艦2098枚の修復の過程で、従来から言われていた48軍の外に新たに修了軍と清川軍の2軍があったことを裏付ける証拠を発見したと発表した。 修復した新台の地区間1枚に、平身1日、希望南軍守る家法修了軍、修了、守る、修了守ると、修了軍の名が3箇所記されていた。また、竹六書院副委員長の陳末長によれば、別の地区間には、天書で明瞭に、清川守ると記されていて、清川が軍の名であることが推定されるという、通り天守軍一広西新聞も、 タ六書院、早急旗艦優真起こり原真長二田四十八、軍二千八年四月二十二日。ありがとうございます。